社おめでとう、猫宮日向インタビュー。はい、ヤッホー、猫宮日向です。今日はね、なんかファミツアップさんが僕がコンパスでヒーロー化したことについてインタビューをしてくれるんだって。楽しみだね。なんかこういう動画でのインタビューってさ、なんかやったことないからなんかまあ不安なんだけど、まあそれなりに頑張りまーす。でもつまりはさ、なんか天の声さんとおしゃべりをすればいいってことだからね。うんうん、楽勝楽勝楽勝、天の声さんよろしくお願いしまーす。はい、猫宮さんよろしくお願いします。お願いしまーす。お願いします。ということで紹介に預かりました天の声です。どうぞ今日はよろしくお願いします。いろいろと本日はお話を伺っていきたいんですけれども、猫宮さん、今の心境はいかがですか？今の心境、そうだな、頑張るぜ。対談？対談？何？この状況僕初めてだからさ、はい、天の声と僕ってなんか、はい、ここには僕しかいないのに声が聞こえるんだ。ちょっと上の方からちょっと見させていただいておりますので、直接脳内に語りかけてる感じで、ね、はい、こんにちは、ひなたちゃん、こんにちは。どこから見られてるか分かんないから、もう舐め回すように見ておりますのでよろしくお願いします。とらけだぞ。はい、ちょっとですが、初めに猫宮さんにお伝えしたいことがあります。何？猫宮さんには、まあ、私と2人で出演とお伝えしてたと思うんですけれども、そうだね、けれども勝手にゲストを呼びしちゃいました。また勝手に、誰？コンパスプロデューサー林智之さんです。出たの、林P。こんにちは。告知は、はい、林さん緊張してますね、はい、いつも通り緊張しております。僕がさ、校舎裏に呼び出しても来なかったくせにこう天の声の可愛い子が来たら来るんだ、来たら来るんだ。いやいや、全然校舎裏でもどこでも頑張ります。じゃあ今度は校舎裏に行っていただいて。なんかさ、今日一人だと思ってたからこうちょっと頑張らなきゃと思ってこう決まってたんだけど、はい、ま、林 P 来たからね、もう大丈夫だ、僕はもう終わった。はい、というわけで、まあ、今回は猫宮日向さんと林 P にお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コンパス、猫宮さん、そろそろお気持ちは落ち着きましたか？大丈夫でしょうか？それでは早速進めていきましょう。今回の本当の企画はこちら、猫宮日向ヒーロー化記念、制作の裏話を聞かせて対談インタビュー。あ、そういうことだったんだ。はい、今回実は対談インタビューでした。お二人にはこう私が出すトークテーマに沿って猫宮日向さんのヒーロー化についていろいろお話ししていただきたいなと思います。まあ、私個人でも聞きたいことがちょっとあるので、まあ、ちょこちょこ話に割って入るかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。どうぞお願いします。それでは最初のトークテーマはこちら、猫宮日向ヒーロー化の裏話。はい、動いてないですが、大丈夫、あのいつも通りなので気になさらずで。はい、じゃあ、まあ緊張してる林 P、 よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは勝手に公式化から勝手にヒーロー化までの流れをちょっと改めて、はい、教えていただきたいなと思います。いや、僕もこれはいろいろ知りたいところはいっぱいあるよ。そうですね、林さん、実は、はい、よくあのてっぺんバトルとかの解説実況 MC をしているトンピさんって方がいらっしゃると思うんですけど、いらっしゃいますね。トンピさんから、まあ、何やらすごいコンパスの上手い VTuber がいるぞみたいな話を聞きまして、それはまあ気になるというところで、まあ、連絡を取らせてもらって、
最初はねやっぱ VTuber 二宮ひなたというと動画なので、こう動画でご一緒できればいいかなっていうところで、お話しさせてもらったんですけども、僕としてはコンパスに関わってくださる方はこう長くこうお付き合いしたいなというところがあるんで、まあただそう動画をジョンジョンって作るというよりは、なんかこう長く一緒にできないかなと考えた時に、やっぱヒーロー化っていうところがパッと浮かんで、これは、はい、ぜひやりましょうと。マジか、はい、なんでそれ知ったの？僕4月の町会議でずっと隠されてたんだけどなんでずっと黙ってたの林 B？ そうですね、実は結構半年近く前から話はしてたんですけどそうだったの？そうだったの？僕だけ知らないなんて。そんなそうですね、猫宮さんのマネージャーの方かな、にここは内緒でっていうふうに言われまして、でも最初は内緒でやろうって考えた時にはちょっとドキドキしながらやってたんですけど、まあだんだん内緒でやってるのが楽しくなってきちゃって町会議はめちゃくちゃ僕も楽しみながら発表させてもらいました。なんかそれ発表されて、なぜあそこのでっかいスクリーンに呼ばれたのかを理解したいで僕の後でなんかツイッターとかで僕のこのもう呆然としてる顔がすごい載ってて、そうですね、めちゃくちゃでかいスクリーンにめっちゃびっくりしてる顔で載ってて、びっくりした。それでうわこんな顔してたのかと思ってちょうどあれですね、 VTuber ステージで町会議だったんで VTuber ステージに出てらっしゃるんですよね。そうそうそう、上のね、そう大きいところにね。でそこでステージがあるって聞いてて、ちゃんとコンパスニュースに間に合うかみたいなのをちょっとドキドキしながら待ってたんですけど、もうベストタイミングで戻ってきていただいてそうそう、他のねところも出てたからね。はい、だって僕ずっとそのコンパス好きでずっとやってて、はい、まさかヒーローになれると思わないじゃないですか一ファンとしてやってて急にヒーロー化になりますって言われたら、もうこれは思考回路を停止ですよ。本当脳死でしたよ。本当に本当のリアクションでしたからね本当にちょっと疑ってたよね。でも疑った。いやまさかだと思いつつ、でもこれはどうなんだ、え、これはみたいな。まあ、あの場で僕はさすがに嘘つけないのでただ町会議の後はもうネタバラシをしたので、うんうん、まあ、一緒にヒーローを作っていきましょうというところで、そうだね、いろいろ打ち合わせだったりとか、はい、準備にはいろいろ力を貸していただいているという感じですね。うわ、猫宮さん、もともとトンピさんがすごくうまい VTuber がいるということで紹介いただいたということなんですけれども、猫宮さんはどのくらいコンパスをやり込んでらしたのかなっていうのが個人的には気になります。最初やり始めたのは、はい、去年の2月か3月頃だったと、ほうほうほう、かな。だからもう1年2年目かそれくらいかな。ちょうどめぐめぐが出たあたりですかね。そう、はい、めぐめぐのあたりから始めて、もうずっとめぐめぐ目当てで、やっぱ爽快感があるよね、ありますね、ヒーローアクションでねうわめっちゃ嬉しかったな、めぐめぐ。でもまだね、めぐめぐのねコスチューム、はい、まだオリジナルしか持ってなくて、あら、ちょっとね狙ってるんだ今他のやつ。めぐめぐのヒーローチケットとか、ヒーローチケットね、欲しいな。この間さ、トマス出たじゃん。出ましたね、はいはいはい、トマスでね、全部使ったんだけど何枚引いたっけな、20くらいだったっけ、24くらい、そう、ましたね。それ引いて、トマスがね、4種類くらい出て、一番そう、お目当てのね、寿司トマス出てねわかります。そう、それ使ってて、でもね、めぐめぐ来なかったの。24枚も引いたのに。そう。ハヤシピ。そうですね、チラ。チラ。ちょっとコンパスのチームは、
開発スタッフ含め誰にもそういうのをお配りしてないというのがポリシーでやっておりますので己の力で出たいな。そうですね、はい、うん、きっと いつか出ると思うので、うんうん、お祈りだけさせていただきます。あ、やったきっと猫宮ひなたなんとか記念でヒーローチケットが配られることを楽しみにしております。楽しみにしております。まあ10枚くらいね。そうですね、まあ太っ腹な林 P ですから。そうそう、そのぐらいはね、ちょっといろいろ検討させていただきます。猫宮さん、じゃあお気に入りのカードとかって何があるんですか？カードか、あれ出たの、デルビンのシリュー出て、そう、デイリーガチャで出たの僕。それを最近ちょっと使うのが好きでかな、ちょっとお気に入り。あ、これ持ってるんだぜってこう尻をバーンと。まだやっぱり持ってる方少ないですもんね。じゃないかな、まだ少ないですね、まだ1枚しか持ってないんだけど。1枚でもデイリーから出るのすごいですね。ねえ、そうそう、持ってたわ僕、羨ましい。あとなんかよく使うのは、はい、やっぱアバカンとか、あ、アバカン秘めたりめぐめぐデッキ。そうですね、そう、まあ、前編とかその辺かな。もうガチガチの攻撃寄りなめぐめぐですね。お母さん欲しい。お母さん、お母さんめぐめぐはきつい。やっぱりガンナーが得意なんですかね。やっぱガンナーが好きかな。じゃあ、まあそんなコンパス愛あふれる猫宮さん、自身がヒーロー化になるにあたってどんな風なヒーローになったのかをこの後は聞いていきたいと思います。イエーイ。蜂の巣にしてやるよ。続いてのトークテーマはこちら、猫宮ひなたヒーロー化のこだわりポイント。ということで、まあ、ご自身がヒーローになるにあたってどういうところにこだわってこうヒーロー化していったのかをお二人にお聞きしたいんですけれども。はい、林さん。そうですね、今日は、はい、まだ制作途中なんですけども、おや、はい、ちょっと勝手に作ってる途中のビルドを勝手に、勝手に、ちょっと待って、勝手にって言葉僕敏感だからね。知らないだけ聞いてないよ僕。ぜひ見ながら、ちょっとまだ制作途中なんで、はい、ちょっと番組ご覧の皆さんにはちょっとお見せできないんですけども、まあ、ちょっとこう会話の内容を聞きながら想像してもらえるといいかなと思うんですが、はい、まあ、動いているところは今日初めて猫宮さんにお見せすると。ちょっと待って、心の準備が。はい、いいですか、いいですか、はい、はい、じゃあホーム画面見てみますか。見れる、はい、ちょっと開発、待って待って、あ、そうかそうか。でもこれ見れないのか、開発途中だから言っちゃいけないですね。ちょっとやばい、僕だ、僕がいる。猫股だって噂があるけど違うからね。僕はごく普通の VTuber だよ。イエーイ、イエーイ、はい、もう完全にコンパスの中に入っております。すごい、はい、すごい、信じられん、いる、僕がもう一人いる。ちょっと僕らみ寝癖に触らないでよ。あいますね。で、これボイスは撮ってもらったんですよね、一緒に行きまして。はい、じゃあ、まあ、ボイスはそうそう撮ったから分かる、分かる、分かる。他にも何か見れるものはないんでしょうか、林 P。 見たい、見たい、見たい。まだちゃんと調整されてないんですけども、はい、ちょっとバトルしてみます。いけるの？バトルができるんですか？でまだ実機には音楽は入ってないんですけども、うんうんうん、はい、なのでちょっと声が逆に聞きやすいかもしれないです。いきます。いるいる、構えてますね、かっこよく構えてますよ僕。そうなんですよ、一生と書いて必ず勝つ。ブルーチームの皆さん、
準備はよろしいですか。これ多分あの皆さんモザイクで見えてないかもしれないんですけど、そうか、じゃあ僕が頑張って、はい、雰囲気をするね。Dを奪われました。ビリビリ始める。嬉しい。足はそう、Dを奪われました。そうですね、まあ、あのロールはお話ししちゃっていいと思うんですけど、ガンナーガンナーガンナー可愛くるので、猫宮さんといえば FPS みたいなイメージがありますよね。おお、危ない。なんか一人だけサバゲーしてるみたいな。うわーすごい。危ない危ない。あ、僕対僕。詳しくは、コンパスニュースでお話ししようと思うんですけど、はい、ちょっと変わった仕様があって、ヒーローアクションとか、え、なに、変わった、武器が変わった。え、今待って待って、ちょっと待って、今さ、背中にミカあったよね。そうそうそう、ちょっと待って、ミカあったよね。羽ではなかったですね。ですね。天使のミカ。ちょっとショットガンになってるよ。そうなんですよ。アサレットライフルからショットガンになってるよ。はい、ちょっとあまり僕は説明しないですけど、ね。なんで？なんで変わったの？あれ？アピールのところ？ですかね。え、これって変わったら何が変わるの？それはちょっと後日お楽しみにしておいていただけると。でもなんか違うんだよね、きっとね。そうですね、林 P がそんなね、モーションだけ変えるなんて、そんなことないですよね。あとはこれ使っちゃいましょうか。え、なんだなんだ、獲得しますか。え、うわ、味方が倒されてしまいました。味方が倒されてしまいました。あ、なんか降ってきた、降ってきた。なんか降ってきたけど、取れるかな。あ、取れない。味方が倒されてしまいました。え、これは何かっていうのは、今日はここまでしておきましょうか。いや、なんか言っちゃうと P が入りそうですけど。あ、ちょっと難しい。なんか投げた。今ちょっと難しい。何かフラグ的なものを、そうですね、投げたように見えましたね、はい、なんか投げたよね。投げましたね、上投げでしたね、うん、お前でもそれいいパワーを教えてくれ。あれ、なんか入ってる。あれあれ、なんか入っているぞ。収まってますな、これ。収まりが良さそうでしたね。まあ、ちょっと今日ゲームの紹介じゃないんで、あの詳しくはお話できないんですけども、うわ、まあ、今のこの段階でちょっと大体 70% ぐらいの完成度というところで、これからまたちょっといろいろ見ていただいて、気になるところ見ていただければ直していこうかなっていう感じですね。すごい、すごい、戦ってた、頑張ってたね、僕。そうですね、これ、実際皆さんのユーザーさんのお手元に届いた時には多分何万人もの猫宮ひなたがコンパスの世界で戦うことになるかなと。練習するわけですな。猫宮ひなた VS 猫宮ひなたとかも、ね、ありえちゃう。あと今ラウンジとかもあるんで、はい、そうそうそう、ぜひ本人が本人の格好で入ってもらえると嬉しいなと。あ、もちろんもちろん行くよ。しれっと入って、しれっとサッカーに混じってやってる。布教していきましょう、どんどん。ねえ、ちょっとさ、自分のちょっとラウンジ作ってさ、全員ちょっと僕のコスチュームで来てくださいって言ってちょっと動画撮りたいな、それで。あ、いいですね、まあ、質問にあったこだわりのポイントとかなんですけども、はい、まあ、やっぱり先ほど話した通り、猫宮ひなたといえばやっぱりバトル明けとか、うん、FPS とかがすごい得意だなという印象にあったんで、やっぱここは銃を持たせるべきかなというところで、こういうスタイルになったという感じですね。あらし、もう銃声の音はあれですかね、環境音だからね。